様、あんたたちどこに行ってたんだ、いつまでも戻ってこないか心配して、魔物に食べられたんじゃないかとか、寒い夜が明ける、あんたたちも休み。あ、おばさんどこ行ってたんだろう。おばさんは気づいてないのかな。あの騒動なんだの。おはようございます。朝早く申し訳ありません。コスタローがお呼びですので恐れ入りますが、お城まで来ていただけますか。私は先に戻っておりますのでよろしくお願いいたします。では。はい。なんだな、とりあえず王のところへ行ってみるでござるよ。王様が何の用なんだ、やっぱ夕べのことでか。はい。そろそろちょっとマリベルが恋しくなってきたよな。マリベルパンチあるからさ。はい。あ、小坊屋さんの奥さん大丈夫なんだろうか。ああ、坊屋も店に出る気にはなりそうもねえな。ここは武器屋さん。とりあえずいいか。じゃ裏口から見てみるか。昔アニエス様の中から赤ちゃんが消えてしまった時も気の毒だったけど、こんな風に自分の子供が桃の犬を見せられるよりは帰ってよかったのかもね。お？アニエスっていうのはあのシャークアイの奥さんですね。子供がいなくなってる。あなた方旅の方ですな。昨夜はどうもお騒がせしました。桃のに子供を奪えたとはいえ、私たちにはまだもう一人子供がいます。それだけでも感謝しなければ。あー、遠い親戚のとこに預けられた。あー、まあ言えないよな。本当のことは言えないよな。うん。なの、慰めの言葉もかけてやない自分がもどかしいでござる。何も言えねえわこれは。慰めの言葉って時には刃になるからな。あ、難しいよね、特に日本人は。だから私はなんか誰かが悩んでる時は向こうから来ない限り自分からは手を出さないようにしてる。ふうに、どうしたの、何かあったのとは言わないようにはしてるかな。うん、話したい時話してくれるだろうって思うからね。はい。お、これは皆さん朝早くお呼び立てして申し訳ない。昨夜の事件は皆さんもご覧になったと大臣から聞いているが、そう、まさにあれが我が国の悲劇なのだ。しかし学者の調べでその悲劇にも終わりを告げられそうな方法が見つかりつつある。大臣は悪いが学者はここへ。はい。この学者が調べたところによると、どうも北の大灯台に秘密があるらしい。魔物にされた子供たちが北の大灯台に向かっていくという噂は前からあったのだが、闇の炎に支配されて以来大灯台の中は暗闇に閉ざされて一歩も進むことができないのだ。しかし学者の考えた方法なら暗闇の中でも子供たちの後を追うことができるという。では客人にその方法をご説明するのじゃ。実はこの国のずっと東の洞窟にホビト族の集落があります。彼らは洞窟の地底近くに、地底深くにある不思議な光ゴケを太陽の代わりにして生活して、なんか懐かしいな、これ覚えてるわ、光ゴケの話。そこで私は考えました。その光ゴケは魔物にされた子供の足につければ後を追えるのではと。光ゴケは暗闇で光りますから、その光る足跡を追えば大灯台の中も歩くことができます。しかしチャンスは数回だけ。魔物にされた子供は数日間だけこの国に戻ってきますが、その後は身も心も魔物になって二度と戻りません。ですからその前に光ゴケを入手しなければ。ということで私の説明はしまい、あ、大丈夫です。はい。この国のずっと東の洞窟にホビト族の集落があります。彼らは洞窟の地底深くにある不思議な光ゴケを太陽、あれちょっと待って。あれ、え、はいって言ったよね。あれはい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 。もう大丈夫だよ。あ、家でいいのか。これ家にしないとダメなんだね。はい、これにてありがとうございます。ホビト族のところに行けと。で、東の洞窟だと、それは。はい。これな、こちらから出向いてホビト族の王さんにお願いするところなんだが、実はその、わしがホビトの王さんにひどく嫌われているため、我が国の者を頼みは聞いてくれないのだよ。そこで皆さんをかなり腕の立つ旅人と見込んでお願いなのだが、コスタールの者に代わってホビト族に光ゴケをくれるよう頼んではくれまいか。
皆さんがどうやってここまで来たのか来たかは知らぬが、これも神の導きかもしれん。ホビットの洞窟はこの国から一旦北に向かって山脈の向こう南に、はい、あれ東じゃないの北に向かって山脈の向こう南、はい、北南、はい、行きましょう。なあ、まあこんなとこへぼやぼやしないで光ごきを取りに行こうぜ。せやな、はい、あ、覚えてるわ、ホビット族の話。方向音痴だからさ、方角で言われると分かんなくなるんだよ。最近ね、あの Google マップはね、読めるようになってきた。え、便利だよね、 Google マップね。自分の向いてる方向でさ、なんか分かるから。地図の何が嫌かってさ、自分が今どっちを向いてるのかっていうのが分かんなくなることなんですよ。でも Google マップそういうのないからさ、なんか自分の頭が今どっちにあるのかっていうのを教えてくれるから助かるよ。あ、なんだ、簡単じゃん、マップ。これは大丈夫だ。あそこが塔ですよね。でもうちらはこう北に行って、こう南にグイーンと、で洞窟があるのでここですね。行かないといけない。はい、ホビト族の洞窟。ホビト族ってどうしてこんな洞窟に住んでんのかな。俺の気分が見えちまうぞ。どうもこの洞窟にはかなりの風物が入り込んでるでござるな。よし、ということでじゃあ光ゴケを取りに行きましょう。あ、こいつら可愛いやつプチヒーロー、こいつら可愛いよな。何やろ、回し切り、回し切りは無理か、普通に攻撃でいいか。おじいちゃん、進化が覚えてないのか、おじいちゃん。ほいほいほい、普通に攻撃していこう。いけ、うまい、効くかな。あ、やっぱ強い、ナイス会心。よし、あ、世界、こいつ世界中の歯を落とすのか、すげえな。コロちゃん世界中落とすんだね。低確率なのかな、わかんないけど。え、超助かるんだけど。ありがたい、コロちゃん。知らなかった。よし。いててててて。オッケー。こっちが何もないかな。はあ、モンスターはいらない。あ、カネズルカネズル来たよ、ドル宝石。こいつね、お金結構落としてくれるはず。どうだったっけな。あ、する、よいしょ、いけー。はい、あ、なんで避けるの。よいしょ。いや、ちょっとこの戦闘終わったら間のダンジョンちょっとカットしようかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、どう。おー、593、2匹で593ゴールドって結構美味しくない。家族のやつはなかなかいい宝を持ってやがる。けけけ。なんだ貴様ら、俺様になんか文句でもあるのか。ないです。え、あ、これハイニーしたらバトになったのかな。魔法の鍵、あ、バイキングメット、はいはい、魔物の生息図。あ、バイキングメットは嬉しいな。見ましょうか。あ、アイラが装備できますね。
っと待ってよ。装備よし、OK。ホビットの集落も随分物に荒らされてるのね。ああーすごい。え、ここやばくない？世界中の葉もゲットしたし、世界中の雫もゲットしたし、やばい。ここはありがたい。でもね、ここ行き止まりなんだ。ちょっと中継地点みたいなので、またちょっと進めていきますね。はい、では到着しました。ここやな、ホビット族。あ、ちっちゃいかわいい。あれ、なんかまたリトルガボちゃんみたいなのいるんだけど。あ、人間だ、人間が来たぞ。あらら。やはりホビット族はコスタールのものに限らず人間を嫌っているでよ、嫌っているようでござるな。さて、どうしたものか。仕方ないこととはいえ、こんな風に嫌われるのって悲しくなってくるわね。なんでオイラたちのこと嫌うんだよ。オイラたち魔物じゃねえぞ。ふむ、わしらはホビット族コスタール王妃の亡き後、人間とは縁を切って暮らしている。それ以上入ってもらっては困る。去ってくれ。ららららららら。いや、結構ね、ここまで来るの大変だったからね、入って帰るわけにいかないんですよ。頼みますよ。でね、石板の反応もあるんだよね、ここ。あ、石板あるじゃん。あ、いいから入れてやんな。あ、入れてくれた。人形の中に入れるなんて、ボツボツ。こんにちは。魔物に荒らされはしたが、ここにはまだ我ら一族の宝があるんだす。よそ者を通すことは断じてできねえべさ。欲しいなあの石板。このさ、なんかグレーの石板ってこれ何なんだろうな。よくわかんなかったんだよな、生放送やってた時も。うん。わしはホビットになんぞようでもあるのか。あ、コスタローが嫌われてるから代わりに来ただと。素直すぎない？ちょっとその辺はさ、ちょっとやんわりとうまいように伝えようよ。うーすってコスタローがホビット族嫌ってるんでみたいな、代わりに来ちゃいました、光ゴケくださいみたいな、アホか。娘のシュクリナのことはどうにも仕方ねえことだけど、よかったろ。シュクリナ本当に可愛い娘だった。一族の皆も慕っておったし、周りの者を幸せな気持ちに、不思議な魅力があった。コスタロー、そして人間を恨むことで少しでも悲しみを抑えるしかねえのさ。でわし何のようだね。うん、シャークアイがやられたっていうのは知ってたが、そんなことになってるとはな。光ゴケな、この洞窟をさらに奥に生えたろうが、今は難しいぞ。何でしょう、魔物の親玉が光ゴケを気に入ってむさぼり食っとるからな。マジか。あんたら危ない目にあってもいいなら、この洞窟をさらに奥まで行ってみな。光ゴケは水際のそばの壁にびっしり生えとるはずだ。光ゴケってうめえのかな。魔物が食うの、おいらもちょっと食ってみようかな。コケか。え、海苔は苔の一種なんだけど、どうなんだっけ。でも海苔は好きやで。はーい。これちょっと途中でセーブできないんですかね、ここ。あ、一発突破がちょっと怖いんだけど、ここまで来たら。コスターのやつ口なんて聞きたくないに出て行ってくれ。え、コスターのものじゃない、でも人間だろうだったら同じことさ。ほんと嫌われてるな。話すことは何もない。あ、人間だ、変な格好だな。いら。はい。この先に俺たちの太陽があるけど、今魔物が荒らしまくってる。長老様が何を頼んだか知らないか覚悟していけよ。はーい。で、ちょっとさらに奥に進んでいきましょう。はあ、まあ、こんなところやったの覚えとるわ。じゃあちょっと間カットしますね。うん、来た。ああ、うめえうめえ、こりゃたまらんぜよ。またく最近我々の縄りも減っちまって、うまいもんでも食わなきゃ当てられないぜよ。うん？あ、カエルだ、ちょっとかわいいかも。なんでよ、貴様らは。あ、こいつら人間ですよ。ガマディアス様、コスタールの奴らだな。なんぜよ、どうも臭いと思ったら人間か。しかしまだコスタールにここまで来る元気のある奴がいたとは。あの、ガハハ、全く感心するぜよ。あまりうまそうじゃないが、褒美にこのわしがおまんらを食ってやるぜよ。
おまんら。かわいい。ちょ、かわいいな、こいつら。タツノコナイトとガマデアス、シードラゴンズ。ちょ、名前、ちょ、なんか手下の方がかっこよくない？ちょっと。さて、じゃあ何でいきましょうか。これは、全体技を使うのがいいと思うんですが。で、バイキルトをおじいちゃんにするか。で、おじいちゃん相変わらずの、聖剣好き。まあ、手下からやりましょうかね。手下から。そなた。戦場ダンス。敵一人を休ませる。網縄。突き飛ばし。まあ、多分こういうの効かないだろうな。敵一人ダメージなところ。え、睡眠ゲーってちょっと面白そうじゃない？ちょ、やってみようぜ。うぃー。F バー離れたきついやつかな？あ、弱っ！え？ちょ、もうだからやめて！おーし、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 おーし。F バー離れたきついか。大丈夫かな？男性キャットしたらどっちが効くかな？これハッスルして、聖剣。はい、回復。これ猛毒怖いなぁ。ドゥン。あ、手下が弱い。あ、まあ、そんな効かないか。さあ、そしたらこの爆裂に変えましょう。で、バイキルと、あんまり効かなかったね、思ってたより。じゃあ、普通に小焼きの方がいいかな、アイラ。おい。やっぱ強いわ。あ、こいつザオリクやつか。くそー、マジか。ザオリクやつかー。あ、そっか、爆裂って全体技なんだっけ。あ、いいですね。一応ちょっとフバーハかけましょうかね、このターンで。フバーハかけて、聖剣の気をタツノコナイトにして、よし、これでいこう。はい。あ！あれ？余裕値だったじゃない。やったー、買ってましたー。ありがとうございました。なんでこのわしがグハー、わしに勝ったからっていい気になったらいかんぜよ。土佐弁かな、こういうぜよとか。いや、おまんらって言ってるところも土佐弁だよね。よっしゃ、じゃあコケもらっちゃいましょう。さあ、モンドの光ゴケを手に入れようでござるよ。はーい。よし、光ゴケ。で、これを、ママになっちゃった子供の足につけて、跡をつけるって話ですね。食ってもいいかな。魔物が食べてたからね。コスタロに持ち帰るでござるよ。よいしょ。じゃあちょっとホビットのところまで戻りますね。さてさて、戻ってきました。じゃあちょっと長老さんにご挨拶をして、今回終わりにしようかな。セーブポイントもなんもないのきついけどね。うん。無茶しない方がいいぜ。大灯台に救うのもな、ここにいたやつらよ。ずっと強敵だからな。あのカエルの化け物を倒す力があったとはな。シュクリナ様は戻ってこないが少しは見直したぞ。シュクリナ様が愛したコスタローもいい人だったのかしら。コスタローにもいろいろお話があるみたいだな。すやすや、寝てらっしゃる。終わり、何もなかった。さて、あんたらは実は人間じゃないの。そうでなきゃ魔物を倒せるはずないさ。分かってるって、みんなに黙っててあげるからさ。人間ですよ。あんたが手に入れたその光ゴケには娘のシュクリナの気持ちがこもっている。あの光ゴケあそこまで育てたのシュクリナだったからよ。いや、まさにシュクリナはわしらホビットの太陽だった。そう、今でもな。それでせめてあの娘の敵を取ってやってこんな。はーい、
かつて人間とホビットの架け橋やとシュクイナーさんの光動きがこの大陸を救うわけね。じゃあちょっと今回はここで終わりにしておこうと思います。では次回コスタールに戻ったところから始めていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。